X 上にて、議論が繰り広げられている、坂 VS パーマー論争がこちら。もう坂は代表呼ばなくていいよ、パーマーが右 WG やればいい。今季の活躍ならパーマースタメンでもいろんない。普通にパーマーの方ができること多いし、そっちの方がよくね。まあ結局イングランドの右ウィングは坂やろ。そもそもユーロ予選では坂が活躍しまくってるんですけどね。イングランドの前線って国際試合でちゃんと活躍してるのってケインと坂だけでね。サボりって決まったわけじゃないのに坂が叩かれすぎ。坂は怪我予防できて、パーマーは出場チャンスもらえてお互い良かったねで終わる話では？坂もパーマーも好きだから喧嘩しないで。イングランド代表にあれこれ言う日本人が一番おもろい。